フィリピンの飯は本当にまずいのかって、まあ、まずいですけどね。皆さんこんにちは。今日もフィリピンパラワンと、プエルトプリンセスのね、相変わらずマリア農園からお送りしています。今日これ収録してるのが2024年4月の25日です。木曜日です。今日もね、メールをいただいてるんで、それを読んでいきます。最初のメール、短いメールですね。60歳の男性、フィリピンに1年滞在経験あり、フィリピンのまずい飯に長年我慢できているのが不思議。フィリピンに長期間いる人の舌は鈍感にできていると思う。うん、まずい飯にっていうかね、まあね、特別ね、そのうまい飯っていうわけでもないけど、アダプトできる、この合わせられるんですよ。だからここにずっといれば別に諦めたわけでもないし、ここのフィリピンの中でね、うまいものっていうのを見つけてそれを食べればいいわけだし、うちの場合だと、あ、これうまいねって言ったのをね、何種類かをこうローテーションしてね、食べてるって感じなんだけれども、飯ね、まあ確かにね、フィリピンの飯、おかずの中でもうまいもんもあるけど、やっぱりいろいろ比べると、同じ東南アジアでもね、タイとかベトナムの方がね、うまいと思います。まあそれ証拠にどこ行ってもね、タイ料理屋なんかもあるし、日本でね、フィリピン料理屋ってあるけど、やっぱり、そのタイ料理とかベトナム料理の方が多いんじゃないかなと思うな。うん。ですよね。やっぱり世界的に見るとね、中華が一番多いのかな。まあ、チャイナタウンがね、いろんなところにあるし、昨今ではね、日本食も随分ブームになって、いろんなところにね、日本食のレストランなんかもできてますけど、でも、フィリピンレストランが例えばパリにできたか、ちょっと聞いたことないなって感じだから、ただね、舌が鈍感にできてるって言われちゃうと、これはちょっと違うよな。うん、ここはここの中で美味しいものを見つけて食べるようにする。あとちょっとアレンジするとかね。そうやってるわけで。あ、1年滞在してたのね。で、結局合わせらんなかったわけでしょ？だから、日本食じゃなきゃダメっていう人、まあ、たくさんいるけれど、いろんなところに日本食材店で買ってきてね、もうフィリピンのもんは食えないって言ってる人も僕、随分知ってますよ。うん、だからそういう人だったわけでしょ。で、こういう人はどこの国行ってもね、結構合わせられないんじゃないかなと思うけど、フィリピンはフィリピンでね、うまいもんあります。ただね、いろんな国の料理と比べてフィリピン料理はうめえぞっていうつもりは僕はないですけどね。はい。次のメール、でも短いの。タイやフィリピンに年に1、2度は遊びに行ってるけど、バンコクもマニラも若いお姉ちゃんと遊びに行く場所と割り切ってる。そんなところに女にのめり込んで住んでしまう人たち、気持ち悪いっていうか情けないな。それを自慢げに YouTube に晒してる人たちも気持ち悪いんだよな。まあ日本で女に相手にされない奴らは東南アジアに行くかな。仕方ないよね。終わってる。なんか今日こういうメールの日なの？お姉ちゃんにのめり込むのはしょうがないんじゃないですか？じじいになった若いお姉ちゃんにのめり込むのは。これは、あの、バンコクやマニラじゃなくても日本でもそうじゃないと思うけど。でもこれメールくれた人自身、こう、バンコクやマニラでも毎年1、2度行ってんでしょ？結局、回春ツアーに行ってるんでしょ？それ目的に。そっちの方が気持ち悪いよ。一人の女追っかけて住んじゃう方がいいんじゃないの？あちこちいろんな、ねえ、お姉ちゃんと遊びたいって、まあ、まあそういう人もいるだろうけど、それを自慢するのも気持ち悪い。し、情けない。あ、その遊んでんの自慢げに YouTube に晒してる人たちいるの？僕ちょっと知らないけど。日本で女に相手にされない奴ら東南アジアに行くしか仕方ないよね。うん。しょうがないんじゃないですか？だって、
そのほら若い頃一生懸命働いてきてそういうね出会いとかなかったっていうと、まあまだねこの縁の力でね、縁弱くなってるけどまだまだあの所得水準は高いんで、もっと水準の低い東南アジアに行ってっていうのはね、したら若い女の子でも振り向いてくれる。これは東南アジアに来るからじゃなくて日本にいたって金ある人ね、金の力で若い子寄ってくるっていうのはあるし、それは同じあのね、あんまり自分のことね棚に上げて回春ツアーの方が上と思ってるのも僕はおかしいと思う。うん、以上。あ、もう一つメール来てるの。これだ。まこつさんこんにちは。初めてメールを送らせていただきます。はい、まこつさんのたくさんの動画を拝見していたい。まこつさんの価値観そして生き方に強く共感しています。ありがとうございます。ぜひ一度お会いしてお話をお聞きしたいです。はいはい。6月にオフ会があるようですが、昼間フィリピンエキスポがある人ある日と重なっているのですよね。フィリピンエキスポは6月7、8、9そして誠さんのオフ会は8、9の夜ですよね。うん、同日ですね。オフ会に行かなくてもエキスポで誠さんとお会いして話すことはできるのでしょうか。フィリピンの食べ物もたくさん売るようなので、そういうのを食べながら誠さんと一緒にお話しできれば最高に楽しいと思っております。フィリピンエキスポに行く日にちと時間などが分かりましたらご連絡いただければ感謝いたします。よろしくお願いします。これ読んじゃいけなかったです。偶然ね、フィリピンエキスポかと被りましたよね。7、8、9って知らなかったんだけど。で、僕は7、8、9か土日なんだけど、フィリピンエキスポ僕行くかどうか分かんないですから、ただ同じ日にあるから、昼間エキスポで楽しんで夜オフ会に、で、もう楽しめるよ。あの、遠くから来る方でもね、両方楽しめるねってことを、そのオフ会のね、告知の動画で言ってますけど、僕エキスポに行くとは言ってないですから、あの、なんかの表紙でそれ行くかもしれないですよ。ただ、何日の何時に行くとか、何にも決めてないですから、で、もしね、万が一僕がエキスポに気が向いて行ってて、そこでお会いしたとしても、ゆっくり話すってことは別にそこでは多分できないと思います。あの、フィリピン好きがわちゃわちゃ集まってるところなんで、僕、さささって行って、さらさって帰ってくると思いますんで、あ、フィリピンの食べ物もたくさん売るようなので、そういうのを食べながら、まこさんと一緒に、うん、あの、食べてください、遊び行って。僕はもし行ったとしても、フィリピンの食べ物って僕はあの、毎日フィリピンの食べ物なんで、日本行った時はね、日本の食べ物を僕は食べますんで、あの、だから、たまにフィリピン来る人は、例えば4泊5日でね、年に2回来るって言ったら、まあ、8日間、10日間ぐらい。ね、365日のうち10日間は、まあ、フィリピンのもんかな、なんて。それでも和食食べちゃう人もいるでしょ。で、僕の場合、その逆なんですよ。本当に300何十日フィリピンにいて、日本に例えば10日間なり2週間なり行きますよってことなんで、日本に行く楽しみの一つって、これ日本のものを食べることっていうのがあるんで、うん。ね、あの、うん、エキスポいろんなブースが出てて、食べ物、飲み物いろいろあると思うんで、楽しんでください。で、夜ね、オフ会もありますんで、オフ会ね、来ていただいて、そこでゆっくり話しましょう。はい。ね、結構でもなんか、混むなんて誰かが言ってたよな。会場の入り口入るのに、混む。ね、朝一行った方がいいんじゃないかな。どうなんだろう。僕よくわかんないけど。はい。ね、そう、オフ会はね、6月の、8、9、土曜、日曜ありますんで、あの、ちょっと前にね、オフ会告知の動画出してますんで、幹事のね、NN さんの方にね、メールを送っていただいて、参加表明していただいてっていうような感じになりますんで、はい。もうすぐですよね。だってもう今日が25日でしょ？あと5日で今月終わりでしょ？来月が31日で、36日間。その中だから43日後、42、3日後だ、オフ会。まあ、楽しいな。オフ会ね、僕すごい楽しみにしてます。今日はね、ちょっとこんな
メールをね、送っていただきました。食についてやっぱり結構ね、あれかな、フィリピンの食べ物我慢できないっていう人もいるのかな。うん、この近くで、あ、もうね、食なくなっちゃったけど、親しい仲間だった宮田さんなんかも、やっぱり日本のもんって言うんで、フィリピンのもんあまりダメだったよね。うん。まあ、ないかな、その、どこの国行っても合わせられるっていう人もいるし、やっぱり長年ね、生まれ育ってきた日本の食べ物じゃなきゃダメって人もいるし、まあそういったらちょっとお金かかるよね。それはしょうがないけど、僕の場合ね、どこの国行ってもね、何でも食べられるんで全然不自由しないんですよね。まあでもね、いろんな国で、なんだろうな、フィリピン人はやっぱりフィリピンのもんが好きですよね。うちのマリアなんか本当フィリピン人の舌だから、日本の味ダメですからね。カツ丼とか親子丼とか作っても、あの出汁の味が嫌いみたいで、しかもエバラ焼肉のタレの味まで嫌いで、参っちゃうけどね。まあ、国によっていろいろ違うよね。食ってるもんによってね。例えばフランス人なんかでフランス料理が一番だって言うけど、悪く言う人はあんなね、素材の味関係なくソースの味ばっかりじゃねえかっていうのもいるし、ドイツ人に至っては何、ジャガイモとソーセージをビールで流し込んでるだけだからあんなでかくなるんだとか、なんか、まあいろいろ言う人もいますけどね。うん、まあでもアジアの中ではね、確かに東南アジアの中ではフィリピンはそれほど比較するとね、うまいってとこじゃないと思う。ヨーロッパで言えばイギリスみたいな感じになっちゃうのかな、ヨーロッパ。まあ、あっちの方向で言えばね。ただ、うまいもんはうまいもんであります。で、各地の人でやっぱり自慢のものってあるんだね。例えばね、スイス近くにアンディってスイス人がいるけど、一回スイスレストランに連れてってもらって、いろんなチーズがあるんですって。アンディは自慢なんですよ。チーズの国だから。で、その場で食べられるんでね、4種類ぐらい切ってちょっと食べてみんつって、食べてみ。うん。食えるね、みたいな感じで。雪印の三角チーズの方が僕の口には合うかな。チーズ好きなんですよ。ピザなんかでも、なんだっけ、ほら、ゴルゴンゾーラとかああいうの入ったのも好きだけど、何がうまいのかわかんないの、スイスチーズ。なんかこんなでっかい塊からちょっと薄くスライスしてくれるんだけど、4種類ぐらいいろんな味あったけど、スイス独特のチーズって言ってね、どれも、まずかった。で、帰り際にアンディどうだったって言うから、俺の口に合わないなって言ったんだけど、まあ、それぞれの国の人にね、それぞれのこの舌を持ってるんで、うん。まあ、フィリピンの人はね、フィリピン料理が美味しいって言ったら、マリアなんかね、ドライフィッシュがすごくうまいって言うし、でも、ニラガンバカとかで、シニガンとか、そういうのも大好きで、僕もうまいと思うし、それぞれですね、だから、フィリピンに長期間いる人の舌は鈍感にできているとか、フィリピン人の舌が鈍感とかね、そういうことは言うべきじゃないよね。うん。だって今ほら刺身って世界中で寿司とかそういうのが流行って食うようになってるけど、日本人はなんで魚生で食うのかいって昔は言われてたわけだからね。食文化、まあ、いろいろですね。ね。あとは、夜遊びね。うん。まあ、気をつけて遊んでください。はい。今日はこんな感じで、この辺で失礼します。